北陸鉄道も、は5000系電車は、かつて、北陸鉄道に在籍していた電車。当初は、上南線に投入されたが、後年石川総線へ転属し、後に改造によりもは3750型と改消、改版された。上南線初のクロスシート車として、1951年4月に、もは5 0 1 5 0 0 2の2両が、大阪。 広瀬車両で申請された。それまで15メートル級車体の直接制御車のモハ1800系、1810型が主力であったか、南線において、同線初の17メートル級大型車体かつ、間接制御方式を採用した本形式は、後継形式の6000系、610系の登場まで、同線区の代表形式的存在であった。 更新前のモハ3752両運転台構造の半構成に扉車体で製造当初は両サイメントも非貫通構造であった。正面窓、側窓ともに上部の隅に R が付けられた優美な造形とされており、屋根部の張り上げ構造と合わせて観光地で運用される車両としての設計上の関わりが見て取れる。窓配置は D1D22222D1D である。車内は扉間に向かい合わせ型の固定クロスシートを1行あたり12脚、装備し、車端部はロングシートとされたセミクロスシート仕様であった。なお、上み並線のホーム高さの関係で、客用扉下部にはステップが設けられており、路面電車のように車体裾のラインが扉部分のみ少し引き下げられている。 制御機は、HL-74 電磁単位スイッチ式、手動加速制御機、主電動機は三菱電気製メガバイト -64C を吊り掛け式で、各台車に2機ずつ、計4機搭載し、台車はモハ1820型と共通の、近畿車両製 KT-10、蛍光組み立て式釣り合い量式台車を装着した。制動装置は、 SME 非常便付け直通空気ブレーキである。なお、終電装置は当初トロリーポールを搭載したが、Z 型パンタグラフを経て1962年に、菱形パンタグラフに換装されている。竣工後、約14年にわたって、上波線の看板電車として運行された。その後、より接客設備の充実した6000系、6010系が順次申請投入されたため、 本形式は1964年に同型のモハ5100型が配置されていた石川総線へ転属し、この際座席がオールロングシート化された。総高性能向上と主要機器の統一を目的として、1965年7月にモハ5001が制御機及び主電動機を名古屋鉄道から譲り受けた同車級型車の廃車発生品に換装された。 乾燥後の主要機器は制御機が、東洋電気製造製 e s 百五十二 b 電動化無軸式自動加速制御機、主電動機が東洋製 t d k 五百十六とされ、改造後も、三波3 7 5 0 k 百五十一と解消、改版された。モハ五千二についても九百六十六年二月の検査入場時に、同様の改造を施行しても、 千七3752と解消、解板され、こちらは危機乾燥に加え前後つまみに貫通路が新設された。同時に正面窓が H ゴム固定化されたこともあり、改造後の印象は原型とは相当異なるものとなった。なお、正面貫通路新設及び窓の H ゴム固定化についてはもは3751にも1968年に施行された。 その後、客用扉の構成化、戸袋窓及び、側窓上段のエッジゴム固定化が施行されたが、車体の老朽化が進んだことから、1983年に、もは3752が、翌1984年にはもは3751がそれぞれ自社工場で、車体更新工事を施行された。工事内容は、下記の通りである。この結果、 ウィンドウシルヘッダーが撤去されて、ノーシルノーヘッダーの平滑な車体となったほか、側窓上隅の R も廃止されて、更新前の印象はほぼ一掃された。なお、両車では、窓配置に若干の差異が見られ、千七3752の窓配置が、原型の面影を残した D1D2222、2D1D であるのに対し、千七百五十一では、 D1D10D1D の均等配置に変更されている。また、モハ3752は、サッシユニット外枠が無塗装のまま進行したが、モハ3751についてはモハ3 7 6 0系更新車と同様に当初から塗装された状態で出場している。1990年の7 0 0 0系導入に伴って、 石川線全域のホーム高さかさ上げが行われたため、本形式も客用扉部ステップが撤去されて、街頭部分の床のかさ上げが施行されている。その後、同系列導入によって、石川線所属の旧型車の大半が淘汰されたが、本形式及び3760型については、車令が若く更新工事も、施行済みであったため、代替対象から外されて残存した。 平日朝方の剣加賀市の宮間の区間運用や各種イベント運用に用いられたほか、2000年5月に7000系7102編成が踏切事故で被災し運用を離脱した際には約1週間にわたって本形式が2両編成を組んで日中の定期運用に就いた。しかし、ダイヤ改正に伴う定期運用数減により営業運転につく機会はなくなり、 二両ともに、鶴剣駅構内で事実上旧車状態で、留置された。その後、2006年の7 7 0 0系入線に、先立って、モハ3751がモハ3760、K3761 とともに代替対象となって、同年10月に廃車となり、モハ3752についても、翌2007年10月15日付で除籍され、 本形式は形式消滅した。千七3751は助籍に際しても七3761と共に輸送費等は譲渡先負担として一般公募による譲渡先を募集した結果、加賀市の NPO 法人に無償譲渡されることとなった。2006年10月下旬に剣駅構内より搬出され、加賀市内の 大正寺流し船8艦道乗り場にて生態保存されていた。しかし、2020年4月の大正寺流し船の廃止によりもは3751も譲渡されることになった。もは3752は除籍後も長年木駅構内に留置されていたが、その後もは3751と同様に、2010年8月12日から同年9月15日にかけて、 同時期に除籍された ED301 と共に一般公募による無償状と先を募った。しかし期日中に引き取り手が現れなかったため、日本貨物鉄道のグループ企業である株式会社 JR 貨物北陸ロジスティクスに引き取られた後、千葉県内の牧場経営事業者へ譲渡されることが決定した。2011年4月にポッポの丘へ搬入され、 他に購入したいす鉄道いすみ204万葉線で7052とともに農作物の販売所として活用されている。ありがとうございます。